まま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 まあこんなもんかねいや今日テロップ何にしようかなテロップはじゃあ福井イベント感想。あららら間違えた間違えた完走廃止よし はい。ということで、皆さん、こんにちは。では、キャッチフレーズをしていこうと思います。いきます。福井県といえば、かーに、きょはい、ひゆか。はい。皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。皆さん、こんにちは。いやー、もう二十字を示しております。今日は横にトゲピーもいます。 ありがとうございますはいということで最近はもうねあのすごい朝と夜まあ昼もまあ若干ですけど朝と夜特に寒くなりすぎていてあのね私もうねこちらそういつの間にかパーカーの季節になっちゃいましたそうなので今日はねパーカーを着ていますてりーんはいチーズ そううとということでもうねそ秋を過ぎてもう冬なんじゃないかっていうぐらい寒いんですけれどもはい皆さんはどうですかいかがお過ごしでしょうかぜひね皆さんこの寒暖差が最近激しくて結構暑い日もあったり、まあ、基本的に寒いんですけど急にあったかくなったりもするので本当寒暖差が激しいですけれども皆さんお気をつけて体調にはね十分お気をつけてくださいませ。 ワンタンメイさん、ハーありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、あのー。テロップにも書いてある通り。福井イベント、感想配信をしようと思いまーす。はい、ということで、あのー。なんとですね、私のツイッターとかを見てくださってる方は。ご存知だと思うんですけれども。なんと、日曜日。今週の日曜日。 今週の日曜日だね。えっと、16日になんと福井イベントがありました無事終了いたしましたはい。皆さん来てくださった方、ありがとうございました。いやー、約2年ぶりの福井イベントだったということで、いろいろ話したいこともありますので、ちょっと皆さんと感想、振り返りを今日はしていこうかなと思います。はい。ということでですね、じゃあまずですね、 そうだなあ,あまずですよなんでこんなに遅くなったかお話しますとこらこらなんか埃がってるなんでこんな遅くなっちゃったかと言いますとですねあのー、日曜日イベントがあったわけなんですけど月火で、あのー、昨日おとといでなんとテストがありまして。 そうすいませんそのテストね結構まあもうカツカツで勉強しておりまして、まあ、配信がまあちょっとねできる暇がなかったということですいません3日経ってしまいましたが今日すいませんが配信をさせていいただきまますすテストお疲れありがとうございます今回は <laughs> テスト結構ね勉強をいつもより集中することができたのでなかなかなんかそこまで めっちゃできたらとかではないですけどあのいつもよりは安心感があるかなちょっと思ってます。はいということでじゃあ早速福井イ,りり、はい、イベントはですね今回あのたくさんの方に来ていただきましてですね私の想像をはるかに超える皆さんに来ていただきましてで2年前の福井イベントはあのー。 あそこ福井駅前で行ったんですけれども今回の福井イベントはですねサンドームという福井のもうビッグビッグ,ビッグ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 だところでさせていただきましてエビ様さんタコありがとうございますそうなんです皆さんどうだったかな初サンドーム初サンドームか分からないけど多分初めてサンドームに来た方が。 多かったと思うんですけれども、まあ、正直ね私が普段から「サンドームはすごいんだよ」とか「サンドーム立ちたいです」って言っててもさですよでもねサンドームはね本当に多分見たら分かると思いますめっちゃ天井が高いんですうわーってなるぐらいそうとってもねすごく高くて大きい場所なんですけれどもどうでしたか皆さん初サンドームはどうだったかな <laughs> えそうだよねやっぱり初サンドームの方がきっと多いと思いますんセルジュル・タンスさんかわいいありがとうございますそうライブ会場としてすごく有名で他のすごいアーティストさんがアーティストさんも来たりするんですよサンドームにそうどうでしたか駅から遠い確かに確かにそうかもそうかもしれない <laughs> 高さの感想を聞いてるのに遠かったしか聞こえなかった <laughs> でもそう結構まあ駅からちょっと歩きますねそうそれはちょっと申し訳ないでもサンドームは本当にでに生で見てくださったら分かると思うんですけどすごく大きいほら外から見た予想よりずっと大きくてびっくりねそうでしょだからサンドームはすごいところなんですそそして今回そこのサンドームに 私が立ったということです。嬉しい。本当に、あのー、ラジオとか、いろんな雑誌とかでも言っていたんですけれども、サンドームにずっと立ってライブしたいですとか言ってた夢が、念願の夢が叶ったということでして、まあ、まずそれも本当に幸せなことでした。ありがとうございました。はい。そうですね。今回は、あのー、2年前のライブの時も、 あの今回北陸三姉妹そう謎に北陸三姉妹と呼ばれてるんですけれども私と富山県代表の春ピぴょんさん橋本春奈さんと石川県代表の平野ひかるさん3人で今回も今年もイベントをやらせていただきました嬉しいそうなんとね北陸三姉妹でまたまたイベントをさせていただけてしかもまた福井でありがとうございます。 はい。ということで、今回はですね、もう本当約2年ぶりということでですね、私は張り切っていましたよと、もうずっと待ってましたよと、もうずっと言ってたじゃないですか。私は地元でイベントが早くしたいと、皆さんにも早くお見せしたいと、皆さんと福井で会いたいと言っていまして、まあ念願にかなったわけですよ。で、もう本当にね、セットリストから、まあいろいろ考えました、私も。そう、今回セットリスト話したと思うんですけど、私が、 考えたんですよ。どうでしたかセットリスト。覚えてるかな。ちょっとセットリスト。私も思い出して言ってみますね。福井イベントのセットリストは。てまず m ムワン。会いたかったです。これはですね。ちょっとまあ一個一個に思い入れがあるので。またお話しするんですけれども。 まず1曲目会いたかった次234続きます2曲目 2> ラブトリップですラブトリップ3曲目重力シンパシー4曲目あマグロさんありがとうございます4曲目エブリデイカチューシャ エブリデイカチューシャそして5曲目なんと今日発売の久しぶりのリップグロスを披露したんですようわー、はい、ということで <laughs> 久しぶりのリップグロス5曲目そうしかも3人版だよこれもまたお話ししますね続いて6曲目6七と続きます6曲目 恋するフォーチュンクッキーさあそしてラストはまあお決まりのチームメイトならではの47の素敵な街へということでこんな感じのセットリストにしました皆さんどうでしたでしょうかどうだっただろう正直ねすごい私初めてっていうかまあほぼ若干私のプロデュースといいますかまあそんな感じだったんですけれども どうだったでしょうか結構ね、ドキドキしてました。皆さんに披露するまで。どういう反応が来るんだろうと思ってたんですけど、どうでしたかえー、嬉しい完璧なセトリだってすごい嬉しいありがとうございます。じゃあまあ、このセットリストについて解説していこうかなと思います。サブチャンさんお疲れありがとうございますお疲れそうですね。まず、会いたかった こちら皆さんさっきも言いましたが2年前と同じなんです全くこれ実はですね2年前の1曲目も会いたかっただったんですよで今回もなぜ1曲目に会いたかったにしたかというともちろんそれは皆さんに会いたかったからですよそう会いたかったよそれだよそれが一番だよ2年ぶりにやっとまた福井で会えたずっと会いたかったという思いを込めて 1> 1曲目でしたそしてですねまあ2年前と同じセットリストっていうか、まあ、同じ曲ということで2年前とのまた違った良さとかも気づいていただけるかなと思ってまず1曲目はもう安定のあり方にさせていただきましたはい続いて234続きまして2曲目ラブトリップこちらはですね私も考えたんですけれどもあのひかるんさんが好きな曲ということで。 ひかるんさんが「ラブトリップ」したいなって提案してくださったんですけどひかるンさんだけじゃなく私もはるぴょんさんも3人とも好きな曲だったんです「ラブトリップ」3人とももう,もう絶対しようってなってもうみんな大好きな曲「ラブトリップね」ねすごいなんか曲調とかダンスとかかっこいいけど歌詞がなんか切なかったりとかさすごいいい曲じゃないですかあともうやっぱり皆さんも知ってる。 じゃないですかラブトリップなんてで私なんて劇場でもさせていただきましたしチーム4でそうすごいあのー、ラブトリップが好きなんですよ本当にだから今回は、まあ、2曲目にドカンとラブトリップを入れさせていただきまして、はい、ここからがいいですよ2曲目ラブトリップきました三3曲目ジーなんと重力シンパシー これもね、すごい。でも今回は本当に私の好きな曲を詰め込みました、正直。私が踊りたいとか、私がもうこの曲大好きっていう曲をたくさんたくさん詰め込みました。はい。重力シンパシーは、あの、初めて私がやったのがサマステ。今年のサマステだったんですけども、あの、初めて踊ったし、初めて聞いたんだけど、なんだかすごく聴きやすくて、すぐ覚えられたんですよ。振りも歌も。 すごいなんかスッと入ってくるだからなんかファンの方も今回福井イベントということでまあ福井私の地元の方がたくさん見てくださったりとかファンの方じゃないけど気になったからちょっと見ようかなっていう方とかが多かったんですだからそういう人たちのためにスッと入る曲っていうかラーメンキビっていいなとか思ってもらえる曲だなって十六進パシーは思ったんですよ。 すごくくなんかスッと入ってくる頭にあともうずっと流れちゃう癖になっちゃう曲だなと思って是非皆さんに聴いてほしいと思って私は次「ラブトリップ」の次に重力シンパシーを入れさせていただきましてはいそうなんですそして最後4曲目か234曲目「エブリデイカチューシャ」もうこれはもう本当にこれは攻めましたこれはですねもう AKB を知ってる方なら、というかもう知らない方でも知っている名曲です。エブリデイカチューシャ。いや、すごく、あのー、もうね、来たと思いましたね。個人的に。重力シンパシーが終わって、ああ、次 MC かなと思ったら、まだあると。エブリデイカチューシャ。ででででで流れた瞬間、もうみんな、わーってなっちゃうじゃんっていう感じで、 そうサンドーム福井来たぞっていいいうううねはい、あー君、ありがとうございますそうだから今回はそれでエブリデイカチューシャをさせていただきましてで今回そのエブリデイカチューシャで私センターを務めさせていただきましてありがとうございます本当に私が子供の頃からもう小さい頃から AKB が好きだった時に小さい頃から歌ってたんですよカラオケとかでカチューシャーとか言って。 そ,うだからそれだけ私も聞き覚えがありますしもう本当に流行った曲もう名曲ですよそりゃそれをこの地元で私が AKB 私が子供をこうやってキャーって見てた側じゃなくてその見てんこっち側じゃなくてでする側だから私が昔憧れていた AKB になった姿なんですそうそれを地元福井で披露できるなんて すごくすごく嬉しいこと。だから私は今回このみんな誰でも知ってる。誰でも楽しめる。そして私が昔憧れていた AKB になれるように、エブリデカチューシャをさせていただきました。はい。はるさん、ありがとうございます。ということで、まあそんな感じで MC 挟みまして。まあ次の曲はですね、もちろん今日発売日ですよ。皆さん、久しぶりのリップグロスをね、まあ、発売の 前,前,前、前、前。んなん、なんて言うんだろう。あす、あさってじゃないし、しあさってかなしあさってだったということなんです。そう、3日前だから、しあさってにライブがあったので、いやもうそれはリップグロスするしかないと、そういうことで。あと、間近の宣伝もその時に出 <laughs> していただいたんですけれども。はい、ということで、久しぶりにリップグロス。しかもね、3人バージョンということで、そう今回ね、これがすごく大変ね。 久しぶりのリップグロスの3人バージョンの立ち位置とか振りとかがなくってそういやみたいなあと振りもまあなんかちょっと短めにっていうか曲が曲,曲曲曲曲曲曲曲がちょっと短くなってたりとかそうカットされてる部分があったりとか普通のリップグロスじゃなくなっていてちょっとまあ特別版みたいなそうだから そう本当にもう3人で考えて考えて構成とかもここくっついたりここ離れた方がいいんじゃないかとかここはまだよらずとかいろいろ考えてやりました久しぶりのリップグラスいかがだったでしょうか <laughs> そうこれね実はラジオで流れた時に私がまるっきり踊っちゃってなんかえリップグラスやるんじゃないってちょっと予想されていましたバレていました。 最高だったよかったーありがとうございますすごい。そう。初めてのリップグロス、うまいな初めてのリップグロスだった、そうなの。初、初リップグロスでしたね。はい。GS さんカバーありがとうございます。ハロウィンカバーだ。かわいい。そう。フォーメーションよかったですかよかった嬉しいそう、たくさんたくさん考えて。 そうそんなあのねリハーサルがなんと今回はカツカツでですねもう多分1時間ぐらいしかなかったんですリハーサルみんなで合わせるときがそうでそれがあの当日じゃなくて結構前武道館のあととかに合わせるってなってでもその日にもう帰らないといけなくて福井にで新幹線の時間も迫っていてみたいなそうだからギリギリで あのリップグロスの立ち位置とか構成を考えて福井に帰りましたそうよく自分も覚えていたなという感じでしたかそうカツカツだったんです実はそうなんですはいでもうまくまあ無事終えることができてよかったですはいということでまあそれで一旦また MC 挟んで続いては恋するフォーチュンクッキーと47の素敵な街へこれはもうもちろん あのおにぎりですねこれはもうねみんな踊れると私もね小学校の時ね <laughs> 私も小学校の時とか踊ってました実はこれは AKB になる前です普通に AKB になる前なんだけどめっちゃ流行ってて「恋するフォーチュンクッキーが」がだから各地で踊ろうみたいなプ,レジプロジェクトがあったのか分かんないんですけど踊りました私も。 だからこれはもう本当にみんなが知っててみんなが楽しめるしみんな一緒に踊れるかなと思って「ェイスルフォーチュンクッキー」にしましたまあラストはですね安定の47の席の町家これはもうチーム8そうちょっとね悲しいことを言えばですけどももしかしたら今回の福イベントがチーム8でできるのがまあ最後だったかもしれないんですよねまあやっぱり最後はそれはもう47の席の町へですよチーム8といえばもう代表曲です これをね今回は最後の締めとさせていただきまして私のセトリはこんな感じでしたはいねえ当に悲しいねそうチームメイトでまた福井でこうやってライブできるのは本当にまあいつになるかわからないですしまあおそらく今回が最後だったということなんですけれどもうーんでもね今回は私が考えだと言いましたけども ま3人で協力して、まあさっきも言いましたが立ち位置考えたりとか新しく。あと衣装、衣装はね、<laughs> 正直、あのー、何にしようかずっと苦戦してっていう悩んでて。でも最後っていうかま福井、大好きな服だから可愛い衣装がいいって言ってて。で、チームメイトの衣装にしようかなともな悩んだんですけれども、チームメイトの衣装、あのー、2年前はネズミ色の、 長袖のやつを着たんですけど今回はうんそうだななんかあえてやっぱりうんなんか新曲とかも披露するのでちょっと青っぽい感じがいいなってずっと思っていて青春っていうか爽やかな感じがいいなと思ってたんですよ。そうだから衣装も ちょっと爽やかでなおかつでも AKB らしい感じの衣装がいいなと思ってあの衣装に決まりましたでもちょっと失敗したことっていうかちょっとなんかああと思ったことがあってあのその衣装を決めた時にあのあれだったんですよ靴とかを見ていなくて衣装のこの上半身の写真しか見ていなくってじゃあこれになりましたってなってあおよっと嬉しいと思ってて でそしたらよそしたら靴がかなりのヒールでしてそうあと靴がガボガボだったの本番にだからすっごい足をねもうグキッグ,ッグキグキってなっちゃったんですけれどもはいそれがちょっとまあちょっと心残りというかまああっとは思いましたけどもまあまあやれる限りのことはあのヒールの高さがあのブカブカな感じでやれることをやったのでそうまあまあまあ、まあ 良かったです。無事でバカンバターンとかならなくて良かったです。足大丈夫ですあ。足は無事痛めなかったです。そう。結構、結構の高さだったの。そう、それは本当に私のせいなんですよ。私がチェック全然しなくて。そう、私のミスです。本当に申し訳ないです。そう。本当にね、そう、ジャンプが大変で、飛んで着地が怖すぎて、ふわーって感じだったんですけども。はい。でも衣装に、 たくさんね似合ってるって言ってくださったのでよかったです私もほんともうか愛かった写真で見るよりやっぱり直接見た方が可愛かったですうん、はい、<laughs> でも足がより長く見えたあならいいかならメリットあるからよかったかはいということででしたということでしたそうですね そうだなやっぱり福井イベントって、まあ、正直地方じゃないですかだから、まあ、皆さんね日曜日でちょっと皆さんねお忙しいだろうししかも遠いし福井なんてあの私もいつも言ってるんですけれども私が東京に行くまでにも3時間ぐらいはかもう軽くもうピョーンとかかりますわそうだよね 車で来るのもそうですよ逆に言えばもうう遠いしそうだから皆さんには本当に、あのー、申し訳ないっていうかでも来てほしいと来てほしいと思っててでも正直皆さん忙しいしなと思って、まあ、ちょっとまあちょっとドキドキしていたんですファンの方ちょっといるかなってちょっとまあちょっとちょっと心配ちょ,ちょっとですけどこん,こんぐらいでだって。 ちょっとあのラジオの時にもう前乗りしてますっていう方が結構いらっしゃったのであちょっと安心していたんですけどまあ、ちょっと心配だったんですこんぐらいねほんとちょっと心配ででもあの一旦ねそうこれ多分現地に生きてる方はしか分からないかもしれないんですけどもあのリハーサルでちょっと一瞬ステージに立たせていただいたんですよその時になんと私服で出ちゃってそう私服で出ちゃって でああみたいなちょっと挨拶軽く、まあ、14時半からライブさせていただくので是非見に来てくださいみたいな感じの挨拶をしたんですけれどもでその時にね、あのー、その時の時間が12時ぐらいだったのだからライブの2時間前ぐらいだったのにもう私のうちを持った方が目の前にたくさんいらっしゃってその私の想像をはるかに超えるファンの方の数でして。 サブちゃハートありがとうございますそうだから本当に嬉しくてもうライブ立つ前まだ立ってないっていうか、まあ、まだ披露パフォーマンスもしてないのにそこから嬉しくなっちゃってで <laughs> てやっちゃったんですけれどもそうだからすごく嬉しかったですありがとうございますそううちわもねペンライトもたくさんたくさん見えましてそうあとすごい方はタオルを持ってらっしゃって 急になんかこうやってタオルを広げてたのこれパーみたいなそしたらマジかセンターおめでとうって印刷,印刷されているタオルを掲げてくださっていやありがとうございますといやもうびっくりしちゃうよねそんなサプライズみたいなことが起きててふわーっと思ってありがとうってう感じだったんですけれどもはいすごくなんかもう私の想像をはるかに超える皆さんに来ていただいてサンドームに いやすごくねやっぱり私のライブに来てくれたのも嬉しいですし何より福井にね皆さんが足を運んでくださったことがすごくすごく嬉しかったですはいそうあとはねあとはあそう写真撮影が OK になってそうこれねあのいまいちちょっと曖昧なところがあったんですけど結局写真撮影 OK で SNS も上げて OK になったんですけれども もうそれを決まってからそうなんかねハルピョンさんが MC であの撮影 OK ですし SNS 私たちの写真は OK ですよって言った瞬間にもうね皆さんがねカメラバーって出してふわーって撮ってたのでいやすごい皆さんねやっぱりねカメラ大好きなんだなっていうかまあすごくね私たち撮りたいと思ってくださってたんだなって思ってなんかもううれ,うれしくてなんかとかとかやってました。 ちょっとちょこちょこそういう写真をね撮ってくださってる方がいらっしゃったんですけれどもそう皆さんねそういきなりもうよっしゃーって感じで撮ってくださってはいありがとうございましたそうだからなんかねすごいなんかねそうカメラそう爆出しちゃいました正直嬉しくていやいやいイってしちゃいましたもう皆さんすごいカメラでね そう,そうですねそんな感じでまあ楽しかったです本当にね2年ぶりの服イベントまあ関係者の方もお久しぶりの方がいらっしゃって「今日はよろしくお願いします」って挨拶さをさせてい,ただいて,きましていただきまして「そうしたら久しぶりだね」みたいな「大きくなったね」みたいな「元気か」みたいなことを言っていただけて「元気です」と「今日も本当に呼んでいただきありがとうございます」ってご挨拶もさせていただきまして。 すごい、なんか、福井の方っていうか、やっぱり温かいなと、改めて感じました。はい。そう、本当にね、覚えててくれるの、そう、2年ぶりなのに、めちゃめちゃ覚えててくださって、2年ぶりですね、みたいな、今日もよろしくお願いしますって言ってくださって、いやいやいや、こちらこそ、って。はい。というお話をしました。そう、やっぱり福井、やっぱ地元のライブってすごい特別感があって、 まあもちろん地元だから頑張ろうっていう気持ちもありますし私は福井県代表ということで福井県代表ってことは福井を背負っておりますからそうだからまあ責任も重大ですしもう喝も入ってましたよもう頑張る自分いやって思ってましたはいでも無事ねファンの方が、まあ、いつも通りといつも通りといいますか、まあ、いつものライブと変わらず ファンの方が目の前にいらっしゃってたくさんたくさんうちわとかペンライトとか振ってくださっていやなんかもうそこまでなんか緊張しなかったと言いますか2年前のライブは本当に入ったばっかりで反差の仕方も分からず自分のファンの方を見つけるのにも必死でもうとにかく焦ってたというかなんか全然余裕がなかった。 ですけれども今回のライブはその2年前とは変わってもうこの子の3年約2年間2年間で培った経験もありますし、まあ、ファンの方も増えましたしそうだからなんかすごい2年前とは違う感情でライブをしていましたそうやっぱり自分のファンの方がいらっしゃると心強いです本当に目の前にいらっしゃってそう。 うん、すごいまた福井でライブしたいなって思いましたしあと来てくださったファンの方には本当にありがとうと伝えたいですありがとうございます皆さんそう成長したかなそうかなどうだろう成長したかなとは私もまあ思いますうんそうですね 本当に行ってよかった。ありがとうございます。逆に来てくださってありがとうございます。本当に皆さん、ね、前乗りわざわざしてくださった方とか、遠いところから来てくださった方とか、たくさんたくさんいらっしゃいますが、ありがとうございます。なんかどんどんかっこよくなってる。嬉しい。かっこよく、なんかね、そう、なんかライブの後、かわいいとかよりかっこいいがなんか多くって、ありがとうございますと。多分、ラブトリップかなかなわかんないけど。 めっちゃパフォーマンスかっこいいねみたいな言葉が多くてなんかかっこいい嬉しいねありがとうございます嬉しいいけなくて後悔してます後悔したでしょ来てほしかったよ、まあ、ちょうどねまあその旭川の方ともちょっと日程がかぶっていてしかも旭川の方が発表が早かったので私たちは結構ギリギリで発表だったんですよね そうだからやっぱり旭川にもう予約予約っていうかもう行くってなってた方にはあなってた方はすごくね、まあ、難しかったと思いますがそうでも来て欲しかった福井でもまたあると信じてぜひまた福井に来てほしいと思いますはい <laughs> でも来て欲しかった本当に改めて。 今回はすごくいい瀬取りでした。いい瀬戸り、いいライブでした、すごく。ハルぴょんさんと時からにお土産あげたのお土産あげましたなんだっ,たっけあのー、エハえ。タエえ。ブタえさつまいも名前はちょっとあんまり思い出せないんだけど、羽豚え餅みたいな皮に中にさつまいもの スイートポテトっぽい感じのやつが入ってる感じのやつあげましたはい,いや本当とはるぴょんさんとひかるんさんにも改めて感謝です遠いところに福井に来てくださってはいそうすごい美味しいのよまた載せますねこれだよって詳しくすごい美味しかったです私も <laughs> あのちょっと多めに買ったので自分も食べましたそう こんな感じですねはいじゃあ逆に皆さんはどうでしたでしょうかいろいろ楽しんでいただけたでしょうか福井はお秋吉と八幡ラーメン行けたよおよかった嬉しいな秋吉と八幡ラーメン嬉しいですあ当日の気温とか天気はどうだったのこれちなみに言わせていただきますと今回のライブすんごい暑くて私 私だけ皆皆ははどうでしたか皆さんはどううででししたたか私今回すっごい暑かったんだけどえみたいな今の今の気温とあの時の気温こんぐらい差あるよもう見えないぐらいびっくりした暑かったライトなのかなライトえすんごい暑くてあの前髪がね あのね、もう皆さんが可愛く可愛く写真を撮ってくださったのに、前髪がもうこんな感じもう、こんな、こんな感じで、ってやってたので、ほんとショックマジで前髪こんな感じ。やばいよね。もうね、汗がダラダラで、もう顔面にピューピューって汗が流れてきて、 すごいもうね、え、私なんでこんな汗かいてるんだろうってちょっと焦ったぐらいすっごい熱かったですね。そう。ライトなのかなかな皆さんはどうだ、どうでしたかねえ、前髪がっちり固めないとそうだよね。でも固めたんだけどあれなんですよ。それだけ固めても意味ないぐらい汗をかいた。まあ、逆に言えば 汗がそれぐらい出るぐらい全力でやったということですよはいポジティブにいきましょう竹蔵さんネズミありがとうございますそうせやせやそういうことやうんうんねえ今日の前髪いいお確かに結構調子いいな今日いいな今日いいな <laughs> ねそうハルピオンさんそうなんかねハルピオンさんは結構汗をかかない方だっていう話をしていたんですけど今日は汗だく今日,今日じゃない,ない,ない当日みたいになってた、あのー、ラ,イブライブの時にはすごい汗だくでそうハルピオンさんも自分でびっくりしてました「えみたいな「私こんな汗かいてる?」みたいな。だからそれぐらい熱かったんです全員。 ゆうまさん、ありがとうございます。なかーさん、ありがとうございます。あとね、ありがたいことに、あ、ゆうゆうさん、サルありがとうございます。なんと、なかむさんがね、今回ね、いらっしゃって、で、あのー、私は気づいていましてですね、ライブで会いたかったこうやってやってる時に、ララララ,ラ、ララララ、<laughs> もうね、目の前、ちょうど目の前のところに立っていらっしゃって、 ラララララって感じになるぐらいびっくりしましたえ中村さんえっえってなりましたね翔くん可愛い,いありがとうございますあのねそうあの,そのイベントの前前日がラジオだったんですであの私出ますよみたいなこと告知してでそしたら中村さんが「僕も行こっかな」みたいな感じで冗談風に。 はい、ごめんなさい止まれちゃったそうでねであのー、目の前にいらっしゃってそまさかねあの、あのー、すごい冗談風に言ってたからさまさかいらっしゃると思わなくて「えでもえっ?」てなっちゃいましたけどもでもすごいね嬉しかったですね、まあ、恥ずかしかったですけどすごく嬉しかったです。 あごめんなさい充電がないのはー喩あるあるえあるあるになっちゃってるの私のそうでも毎回なるよね充電なんでこんなないんだろうごめんなさいちゃんと充電しますね <laughs> ごめんなさいそうねえ中村さんたくさん写真撮ってくださっててそうでねラジオでねの放課後ライブクロスのこのクロスポーズをライブ中に何回かやりますっていう話をしましてですね はい案の定しっかりさせていただきましたこれをねこの瞬間を写真でそう中村さんが撮ってくださってておーすごいさすがって思いましたねはいそう何回かピューピューピューっとしましたよ気づいたかな <laughs> カメラに向けてたくさんってやったんだけどそう中村さんも本当にカメラがお上手お上手 またあげますねたくさん写真撮っていただいたのでうんあそう友達七夕の願い事をしてくれた友達来てましたそうでそのライブ後は会えなかったんだけどその次の日学校だったんでそしたら「よかったよ」みたいな「ひゆちゃん可愛かったよ」って言ってくれてそうすごく嬉しかったですありがとうそうねありがたいね すての出会いに感謝さんありがとううございますそうあの実はね私はまあ正直友達にも来てほしいんだけど、あのーまあ、恥ずかしいと、うんまあ、自分で言うのもなんかなんだしな、うん、うん、と思ってて恥ずかしがってて、まあ、言わなかったんですイベントがあること。そしたらですよ友達にね「ひゆちゃんさ16日イベントあるやんな」って言われて「えー、えー な,なんで分かってるんやええ、なんで分かったんや <laughs> って私の頭の中にはな,なっててえなんで分かったんえええ,えなんで知ってるんって言ったら <laughs>、うんうん、ツイッター見たでって言われてツイッターを見てんのか <laughs> と思ってあ <laughs> ええってバレたらもうしょうがない <laughs> と思ってそうなんやって16日あるよって言ったら 絶対行くでな、応援してるでな、見に行くでなって言われて <laughs>、はい、はいはい頑張ります。あっって言われました。すごく楽しみにしていたですすごく。そうだから嬉しかったね。そのたくさんそう終わったからもひュちゃんめっちゃ良かったね。お疲れやなって言ってくれました。<laughs> そうそんな感じの喋り方。でもみんなこんな感じ。そうみんなお疲れやな。 とかめっちゃ言います私もみんなみんなお疲れとかめっちゃこれ言うんですよなんか流行りです <laughs> そうこんな感じですごい喋ってましたたくさん褒めてくれました友達ありがとうそう <laughs> キャラキャラが強い強いねそう強いでももう福井イベント福井イベント 逆にに言ええば友達に見ててもらえる機会ななんそそうそうないわけですだから本当に今回は地元でイベントできてまあ恥ずかしながらですが身近な人に見ていただけてすごい嬉しかったですねうんはい皆さんも来てくださってありがとうございます福井はどうでしたかなんか今、ま、田舎と思った方ももしかしたら田舎やん。 と思った方も面らいらいるかもしれませんが、福井にはもっともっといいところがあります。まあ、今回はサンドームの周りはですね、まあ、正直あんまあの、あんまりまあちょっと建物を、てかまあ飲食店が少ない。ですけれども、ですけれども、あのー、すごくね、すごく、あの、周りには、他のところにはね、ちょっとピュッと行けばね、もう、たくさんたくさん飲食店があって、もう、たくさんたくさん美味しいもの、たくさんたくさんありますから、なので皆さん安心してください。安心してください。 福井はたくさんありますからねぜひたくさん時間があるときにたくさん見てもらってほしいなと思いますはいえー、カニ食べてる方いるカニ串、串カツボルガーソースカツめっちゃいいじゃん超満喫してるじゃん福井のおすすめ品ばっかり嬉しいお米のムースも食べた方がいるすごーいやばいえぼかぼかさん タワータワーありがとうございますありがとうやばいびっくりがいっぱいタワーもありがとうございますびっくりありがとうありがとう,ありがとうございます嬉しいえー、お米のムースすごいねびっくりしちゃったすごい私も給食以外で食べたことないのにどうやってゲットしたの教えて教えて教えて私もまだ入手方法あんまり知らない教えて教えて 逆にね福井県民なのに教えてもらうっていうえサバイドッグも食べましたかサバイドッグ美味しいよね私も大好き大好きですはい、ヨーロッパ系もね最高だよねう嬉しい皆さん意外と結構満喫してくれてるなんかね日曜日だったから月曜日明日その次の日がお仕事とかかなと思ってあんまり満喫できないのかなとか思っていたんですけれども結構聞く限り結構いい感じに皆さん <laughs> 満喫しているみたいでよかったですワイプさん焼き芋ありがとうございますいや嬉しい嬉しいよかったいや福井やっぱ地方のイベントのいいところはその地方でいろいろ観光とかそういうのとかできることだよねいいよねうんうん はいよかった私も楽しかった福井ント改めてすんごい楽しかったですずっとニコニコしちゃったニコってずっとしちゃいましたねはいえすごい東尋坊永平寺金津創作恐竜博物館やばい私が今全部行きたいところ金津創作美術館も最近行ったけどすんごい良かったのでえすごい たくさん満喫してて、よかった。はい。福井駅、そう、恐竜いる。通ってくれたんだ。確か。った福井駅ね、そう、もう福井ならではの駅ですから、もう恐竜たくさんいますよ。ぜひ、皆さん、行ってみてくださいね、また時間あるときに。ゆうまさんは、ハートありがとうございます。はい、ということで。福井弁の感想はこんな感じかな。あと髪型、そうだ、髪型はですね、あの日は編み込み。 編み込み込にししてていましたじゃーんって感じであのー、最初は普通にこんな感じでおろしでいこうかなと思ったんだけどあの先輩方が「やっぱり福井地元なんだから一番可愛くしなさい!」自分らしく自分の好きな髪型をやりなさい!」って、あのー、すごく言ってくださったので「じゃあもうかり, <laughs> かりました」と。わかりました。 いつもは躊躇して。普通の卸でしたが。今回。選ばせていただくのは。どん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 。どん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 。編み込みです。ということで。はい、今回は編み込みにさせていただきました。そう、本当は普通にこんな感じで。 おろそうと思ってたんですけど、まあ、やっぱり特別感も出したいし、あの衣装に合うのはうーん編み込みやなと思って編み込みにしました。どうだったでしょうか。私ね最近結構毛量がまあ少なくなっちゃってですね。まあ理由はあのコロナちゃんコロナちゃんで結構あの私元々毛量めっちゃ多い方だったのにコロナちゃんのせいであのすんごい髪の毛が薄くなっちゃってあのー、うん汗汗しているんですけれどももう。 はい、あのー、ねだからそのボリュームが出ないんですよ髪の毛をうん髪の毛のそうだから編み込みとか似合わないかなと思ってたんですけどなんとかもうメイクさんの力お力ありがとうございますメイクさんもメイクさんがたくさんほぐしてくださってふんわりとした可愛い,い編み込みにしていただきましたはいうんそうだから なんとか無事可愛くなりました。編み込み可愛かったでしょ自分で言うのもなんだけど、結構似合ってるなって思っちゃいました。はい。そう！うん、友達が絶賛してました。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そう！後遺症あのもう終わってるよ。さすがに皆さん心配しないでね。 あの前の時ねもうかかってばっかりでその時は後遺症があったんだけどでも今全然ないですもう今逆に抜けないです何もそうだから安心してね心配ありがとう心配しないでください全然大丈夫です今はねごめん先生さんバラありがとうございますはいそんな感じで福井イベントはすごくいい思い出になりましたまたぜひ福井でライブとかイベントとかまあ福井で できることってもっともっとたくさんあると思うんですよ。ライブもそうですけどもたくさんたくさん福井をね全国に広めるためにするできることとか福井を盛り上げるためにできることとかたくさんあると思うので私はまあこれからも福井を愛しつつ福井で活動していこうと思います。 クイーイベント大成功！大成功だ！楽しかった。本当に楽しかった。皆さんも楽しかったかな？どうだ。どうだそう？新幹線も来るしだからね。次イベントするときは皆さんもっと来やすくなってますし、すぐ来れるようになってますからね。うんうん、うん、北陸新幹線もそろそろ開通しますよ。うん、うんうん、楽しみだね。もっと早く福井につけるんですよ。もっと早く私に会えるということです。 テローさんかわいいありがとうございますそうこれから全国展開今からだからねまだですよ福井はまだちょっと力を出していないだけで今から来ますから福井ははいはいえ FKI48 作ろう福井かな <laughs> 一人メンバー一人だけど大丈夫ですか <laughs> そう そう、亀子さんが撮ってくださった写真いっぱい保存しちゃった。たくさん。ありがとうございます。素敵な写真。本当にね、あのもう全部奇跡の一枚レベルの、すごいあのいい瞬間を撮ってくださってる方が多くて多くて、たくさんもうポチ,ポチ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 しちゃいました。ありがとうございました。亀子さんのお力お借りしました。サッターさん、ハートありがとうございます。モモさん、レインボースターありがとうございます。 も,うもちろんもうねもうすごいよ皆さんねすっごい上手たくさん保存しちゃった <laughs> そうインスタとかにも載せちゃったんですけどそうすごいねいい瞬間をパシャッと撮ってくださってねありがとうございますそうだから私もこれからもっとね可愛く映れるようにカメラ目線とかも率先してやっていきたいですし自分が漏れる 表情とか角度とかもちょっと研究していきたいなと思います。はい。<laughs> S D カードの容量なくなっちゃったの？たくさん撮ってくれたんだね。ありがとうございます。感謝感謝。はい。では今日今何時だろう？時間どうだどうだ。ナスちゃんさん、連忙してありがとうございます。あれ私二十一時で切れちゃうのかな？ えわ分かんないけどちょっともしかしたらのためで21時に終わろうかなじゃあちょっと最後に告知をして服イベント感想は終わろうかなと思います服イベントでも告知をさせていただいたんですけれども今日ですなんと本日19日は AKB4860 枚目のシングル「久しぶりのリップグロス」発売日でございまーす はいもう皆さんお待ちかねですねあの今先輩選抜の方々がいろいろお店を回ってらっしゃるんですけれどもいややともう発売日が来たという感じが改めてしますね私もゲットしてますはい <laughs> 皆さんでたくさんたくさん聞いていただけたらなと思いますそしてですねあのー、なんと、まあ、タイプがいろいろあるんですけれどもタイプ C の方にですねカップリングカップリング曲として 収録されているセカンドジェネレーション曲マジか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 はいタイプ C ですタイプ C の方でなんとマジカが収録されているんですけれどもそこでなんと私セン早まった私高川ひゅうかセンターを務めさせていただいてますのではい私の声が収録されているよマジかだよね マジかーはい。<laughs> ありがとうございます。なので、ぜひ、ぜひタイプ C の方もお買い求めいただきたいですしたくさんたくさん、もう癖になる楽曲なので、たくさん癖になってほしいなと思います。ぜひ、聴いてくださいねー。はーい。<laughs> はい。そんな感じですね。はい。もう楽しみ。 あと昨日「歌コン」出てましたよね。もう本当に生演奏のんか新鮮ですごいなんかまた違った良さがあって良かったです。もうちゃんと星座待機してましたよテレビの前で、はい、<laughs> はい。あとねあのなんか今回すごい特典があって直接お話し会リアルお話し会みたいなのもあるみたいなのですごい皆さん楽しみにしていてほしいことがたくさんあります。楽しみにしててね。はい。 そしてもう一つ告知もう二つかなもう一つは映画ですこれは毎度毎度告知しているんですけれども28日10月28日29日に池袋ヒューマックスシネマズで舞台挨拶がございますので是非皆さん来てほしいなと思いますで映画のことはですねまだちなみによく知らないよとか映画うんあんなことやと思ってる方がまあいらっしゃると思うのでまだ後々ね その舞台挨拶の前に映画の紹介とかいろいろ配信でしていこうと思っているのでそちらも楽しみにしていてほしいなと思います。来ましたね映画。そう来ました来ましたやっとだよそう10月はすごいありがたいことに嬉しいことばっかりなので皆さん楽しみにしていてください。はい。でそしてですね最後のお知らせはですね とっくのとにり始まっているんですけどもお試しメールが現在始まっているみたいでですねチーム4のお試しメールが始まっております是非私のメールをお試しで撮ってみてほしいですしお試しで撮ってみておひゆぐちゃんを気になるなと思った方は是非本登録もよろしくお願いしますはい是非また今日ちょっとツイッターにあげようと思うのでそちらの方からリンク飛んでいただけたらな まあ、詳しく書いてあると思うので、そちらで。よろしくお願いします。メール、今日も送ります。はいな。いつも読んでるよ。いつも見てるよ。ありがとうございます。はい。毎日楽しみにしてます。ありがとうございます。今日も送るね。<laughs> 待っててね <laughs> あ。何をあげてるかと言いますと、でも本当に普段のことばっかりあげてます。私生活のこととか、 とか j k ライフのこととかたくさんいろいろあげてます <laughs> なので気になった方そプ,ラプ,プラメ特別のお話もありますしプラメでしか話さない深い話もありますしプラメでしか出さないちょこっとしたちょけた話もありますしまあ,あの写真とかもねプラメでしか出さない写真とかもありますしぜひ是非皆さん登録してみてください。ではそろそろランキングを読みましょう ではいきます。十三位ともくんかなあり,、まモモんありがとうございます。また見てください。十二位モモさんありがとうございます。また見てください。十一位アカットプスさんありがとうございます。また見てください。十位サッターさんありがとうございます。また見てください。九位 GS さんありがとうございます。また見てください。八位しょうくんアットマーク仕事注文お仕事頑張ってください。 ファイトファイト、また見てください。7位、ごめん先生、ありがとうございます。また見てください。6位、シャケさん、ありがとうございます。また見てください。5位、竹蔵さん、アットマーク、福井満喫しました。ね、めっちゃ満喫してたんだ、けどさん。ありがとうございます。また、福井来ていただけたら嬉しいです。また見てください。4位、ミカさん、イベントけ、けイベント決定。 読めない。なんだろうイベント。なんだろうなんだろうなんだなんだ気になる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 。イベント決定した時の動画が赤ちゃん恐竜だって。<laughs> ありがとうございます。赤ちゃん恐竜だったみたい。ああのあれか。あのハルピオさんの上げてた動画かこのこの感じの動画。ありがとうございます。また見てください。三位ワイプさんありがとうございます。また見てください。 2位すべての出会いに感謝さん、ありがとうございます。私も出会いに感謝、ありがとうございます。また見てください。そして、1位は、ポカポカさん、ありがとうございます。なんとタワーも今回送ってくださって。ありがとうございます。ありがとうはです。また見てくださーい。ありがとう。では、ラッキーカニカに行きましょうか。22位夢グループさん、ありがとうございます。また見てください。さあ、もう一人の方行きましょう。 49位おもちさんありがとうございますまた見てくださいラッキーカニカニはいねえそうハルぴょんさんがねそうめっちゃこうやって私が決まってで暴れてる動画を出していましたね恥ずかしい <laughs> でも見られてるの嬉しい見てくれたんですねありがとうございますではではあれあのあれあのー、あれ <laughs> スクショタイム、スクショタイムだ。スクショタイムしましょうか。今日は実はパーカーなのよ。なんか前髪がね。ちょっと暴れたから。いきまーす。はい、チーズ。

という感じで以上になります今日は皆さん見てくださってありがとうございましたまたうーんまたうんそうだな服イベントもしたいですし皆さんにも会いたいですお話会10月31日とか、まあ、映画もありますし皆さんと会える機会はまだまだ10月はありますので是非会いに来てくださったら嬉しいです メールも今から送るので待っててください。マイチーズ <laughs> はいということで今日は3,502人の方が見てくださって本当にありがとうございましたそして福井イベントありがとうございましたまた見てくださったら嬉しいですでは今日も一日お疲れ様でしたゆっくり休んでねちゃんと疲れたってねおいしいもの食べてね早く寝るんだようんうんうん <laughs> <laughs> おやすみーまたねーありがとう